ママたち、私たちは子どもの健康を命を奪われるのはとても悲しいと思っています。安倍総理、私たちの話を聞いてください。安倍総理、そろそろ私たちの話を本気で聞いてください。安倍総理、あのお母さんとか母親っていうのは社会的に弱い立場なので、だからあお母さんたちがそういうふうに言ってるってことは、これはもう本当に切実な問題なんだなと、今切実なことが起こってるんだなと。こういう一人一人、その個人と個人の間のつながりを本当に大事にするのはすごく将来のため非常に、まあ、重要なことであると思いました。